天女像天女は、日本、中国、インドなどの国々の伝説上の存在。天女は、天部に住むとされる女性のことで、天庭などに仕えているとされる女官の総称である。人間界においては、容姿探麗であることを除けば、人と大きく変わるところはなく、羽衣と呼ばれる衣服で空を飛ぶとされるが、この羽衣を奪われたばかりに空に帰れなくなり、 地上の男性と婚姻する話などが伝えられている。羽衣も伝説は日本や朝鮮半島などの各地に伝説が伝わっており、民族学の上ではトライ人説から衣類ターンの一つである白鳥処女説話の一種とする説がある一方で、果てはオーパーツ、オーバーテクノロジー信仰者らによる宇宙人とみなす説まで見られる。戦女との相関性も伝承中には、 見出せるが、両者の際は曖昧である。民間信仰における女性の神格性とはいささか、趣をむこととしており、天女自身が、頂上の力を持つという描写は少なく、地上へは、もっぱら、何らかの連絡か、個人的な幼児のために訪れるというだけで、その存在自体は、比較的貴族である。ただし、天マ大島に伝わる天猫女子の場合、 小雨を降らし、男性の命を奪う頂上の力を有し、死神的な存在として語られている。起点は、仏教美術に、しばしば登場する、空を飛ぶ人物で、特に女性系のものは、天女と、同一視される。インド方面を起源とする説と、オリエントペルシャに起源を求める説があるが、後者の方はもともと、有力人種として描かれていたと推測されている。これが、 西洋方面に伝播する過程で天使に、東洋方面に伝播する過程で起点から天女へと変化していったと目されている。中国神話では皇帝を助けた王母上場ら7名の千女を7、天女と称する。インドの精霊金奈良は男性型が罵倒人心の姿をしているが、女性系の金なりは天女としてのイメージを持つ。また、インド神話では天女は神格を持つ。 存在の一種であり、アプサラスなども天女の一種に分類される。ただアプサラスはニュンペイとも同一視される。イスラム教ではフーリーが天女と同一視される。フーリーは永遠の処女であり、敬験なイスラム教徒は死後にイスラムにおける天国世界で彼女らの艦隊を受けるとされている。よろくとはなるが、北欧神話におけるワルキューレも主神、オーディンの命を受け、 戦って死んだ勇者を展開に導く存在であり、ある意味では他の文化圏における天女に近しいイメージがあるが、北欧神話の観点ではあまり関連づけては扱われない。優しさと美しさを兼ね備えた女性を天女と例えることもある。これは女神などと形容する場合と同様に崇拝に値するという意味で用いられる。ありがとうございます。